はい、どうも、ハリウッドでーす。セゴー、ドン、ドンということで、ファイナルファンタジー3を続きやりまーす。結構か、魔法を消費されてるんで、まあ一回一回の戦闘で結構、持っていかれてることが多いんで、ジョブバランスも若干悪いような気はしてるんですけど、風水師の、まあ、地形でなんとかうまくできてるっていうイメージしかないんですよ。この宇宙がものすごい強いんで、有能すぎるんで、超有能アイテムですからね。てか、チート、雷やめちゃって、レーズが使えなくなるのが痛いんですけど、ちょっとし強っ、残り1体になっても強えな。さあ敵の経験値も1000以上もらえたりしてるんで、かなりチームとしてレベルが上がりやすい環境を作れと、宝箱に行こう。こいつが嫌なのは、雷してくるんで、雷が全体攻撃なんですよ。これですね。いやこれ、ダブル雷されたら相当しんどいんで、渦潮で、下は多分やっつけきれる。よし。わぁ、これですね。ダブルで。敵が2体で、2体とも雷とか、強すぎですからね。ケアルダ、レイズが使えなくなるのがちょっとかなり辛いですけど、あっ !1000 超えましたね。ついに。アタッカー2体や、オリハルコン。オリハルコンはどんなアイテムかな。ああ、多分シーフはオリハルコン装備できるんじゃないかな。ああ、結構攻撃力上がりましたね、やっぱり。あとはディフェンダーナイトで良さそうな気がするんですけどね。竜騎士からナイトに変換しようかな。こっちの方が戦力が上がりそうな気がしてるんですよね。それか、どちらにしてもあまり変わらないか、どっちかですね。お、回復してる。オリハルコン効果かな。チーフさんが大活躍中ですね。今回のダンジョンではアイテムがたくさん出てるんで、すごく、あ、ベビーヒモス結構強いんすよね。ケアルダで、レイズ、うん、そうだね。渦潮が強いんで、で、こっちもナイフに投了、強いですね。で、攻撃したダメージ、竜騎士に回復はいかないのは辛いですね。ダメージも受けないんですけど、その分、おお、これめちゃめちゃいいっすね。回復できるんで、ああ、いったると、ああ、いいっすね。600ですよ、600。一応こっちには何もないのを確認して、あとは、扉、もうそろそろボスの可能性があるんで、まあ全然大丈夫ですね。竜騎士をナイトに真剣に変えようかなと思って、うわ、強え。めちゃめちゃ強え。風水師が強すぎて震えますわ。ナイトとか、竜騎士とか、
そんなあんま関係ないようなレベルまで来てますね。プテラノドン。プテラノゴンですね。すいません、プテラノドンだと思ったんです。プテラノゴンっていう。うわ、強え。ちょっと待ってくださいよ。風水師チートじゃないですか。下手しい。下手しいチートまであるぞ。さあさあさあ、無事と言いますか、最終到達点まで来たと言っていいんじゃないでしょうか。おそらくボスが出てくると思うんだけどな。ノアのリュートが歌を奏で出した。ありがとうございます。これよう聞く歌ですね。バーとかで。何回もこの曲聴かされまして、バーというか、お花畑とか、そこら辺でようこの歌は出てきてましたからね。結構、重要ソングだったんですかね。ノアの竜と、ありがとう。いやー、このまま素直に逃がしてくれるっていう認識でいいんですね。ああ、よかったです。ってことは、テレポで出ていいでしょう。ノアの竜と取ったのはいいんすけど、どうすんのっていう。一回ちょっと寝ましょう、寝ましょう。長浜さんしましょう。長浜さんしないといけないんで。おっと、ここの村って来たことあったかな？レプリート。ないですよね。新規開拓。ずっと戦闘してるんで、結構、お金も貯まってきてると思うんで、必要なアイテムを買ってもいいでしょう。ラッコの頭ってなんやね。5万。5万ギルか。チーフがもう、まだ必要なのかな。ちょっとナイトに変えたいんですけどね。魔法屋さん。剣術師。まあ、召喚師なんですけど、ファイナルファンタジー3、あ、ここは召喚師の村って形ですね。チョコボ。チョコボアターク。デブチョコボを呼び合う。ダルブ大陸に偉大なマスノアがいたという、もう死んでしまったらしい。ノアさんはやられてしまったってことか。ちょっと、ここのおじさんにお話を。あ、フェニックスもめちゃくちゃ嬉しい。ん？何？バージョンで今やめるしかない。やめるしかない。一日をやめる世界を一応、バラナナで控えてるしかない。なんか、重大なことを教えてもらってるわけでもないですからね。フィヨルドのどこから眠いついて噂を聞いたこと。南のフィヨルドか。南に行けってことね。南のフィヨルド。どうなってんだこれ。あちちじゃなかった。エリクサー。おー。発月。エリクサー発月。そうそうそう、おじさん。三角の形をしていた島の海底に洞窟があるそこはお宝属されちゃう。さっき言って、ちょっとコテンパンというか、あんまり歯が立たなかったところのことですよね。あそこは、まあ、お宝場所だってことですね。まあ、リバヤさん、竜王、バハムートを召喚することができたらしいってこと。おばさんは昇格しか。赤い剣士か。現実史よりさらに上の上級職があるっていうことですね。おい、ちゃづいとるって。どうしたどうした。昔の後、大魔女はものすごい魔法を使ったらしいが、強化魔法は敵がバリアチェンジしてきてもそのバリアにかけるためじゃったりもできるのだ。このフラグって、次のボスが、
召喚師じゃないと、やっつけられませんよって言ってる可能性があるんですよね。ジョブしよっかな。バイキングか。ナイトにしよっかな、やっぱり。ナイトですかね。ディフェンダーが2あるんすよ。で、ダイヤなんで、103。ちょっと、セーブして、ナイトの方が強かったら、ナイト。ナイト。おぉ、めっちゃ強い。おぉ、やべえ。こんな強いの。大丈夫？急にさ、こんなめちゃめちゃ強くなったけど、ちゃんとゲームバランス合ってんすよね。今まで、さっきまで、竜騎士くん100ちょいとかだったんですけど、急に、200とかなってんすけど、あ、これなんか巻き菱みたいなのがなってんのかな。古代遺跡。さあ、ここにノアくんがいるということなんでしょうね。突き進んでいくしかないですね。おー、多分ナイトが相当強くなってるんで、ナイトの攻撃が楽しみですね。ナイトの攻撃。おーって言いづれな。200あるんで、単純に、CF の攻撃量2倍あってもいいような気がしてるんですけど、そういうわけではないってことか。なんだこの石は。古代石発掘。頭で埋まってしまいけないと。どうするの？いやいや、まだまだないとあるけどって言われたら。ノーヒントすぎて。なんか、アダマンタイとは、どうしたら、排除できるぞとかっていうのを、一回も出てきてないんで、いきなり、そんな言われてもさ、戸惑わして終わりやで。お、ヒーマー。いいっすね、ヒーマー。いいっすね。アダマンタイトだって言われてもさ、関係なさそうですね。もうちょっと情報が、どうしようもないっすね。下に来たら、南の方に、眠ってますよーっていうようなこと言われてたんで、うわぁ。多分自分に帰ってくるってことは、敵の方が、レベルが高いっていうようなことな気がしてるんで、まだちょっとここに行くのは早いのかな、もしかしたら。よしよしよし。風水師強えな。風水師、僕の中で結構チートキャラって今んとこ認定されてます。さあさあ、さっきの村で、ここに行けって言ってたとこは、ここの洞窟じゃない、なさそうですね。また別のとこなのかな。ここか。こことか怪しい。関係ないのかな。なんかここのところにさっき行こうとして、あ、ここか。ここかな。船の祠。冥王の祠っす。冥王の祠。あれ？冥王の祠。どうすんの？冥王の祠で、これ左から行けなかったらもう終わりやで。あ、なんで、もしそう、あ、
ここで、ノアの竜と同キル。いい目覚ましソングになってんじゃねえか。ええー、待て。ええー、目覚ましソングなっとるで、これや。かも、普通にワンフレーズへ行くでな。船が起きた。もう一瞬で着替える。しかもオシャレ。ちょっとコミカルソングやん。船検査、ファッファッファッファ、また X ですやん。動画に聞いて、まさかさんでは。まず巨大船を手に、どこにも行けない。巨大船は山を越えることができない。下にある、古代石にあるはず。それでは行く。ちょっと離れますね。はい、戻りました。すいません。炎の牙をゲットだということで、日本の牙、前さんが持って日本の牙、そしてこの牙、これをみんな、ザンデが呼び出して4つの像を唯一倒せるものなんだ。なくしちゃダメだよ。牙はもう一本、土の牙、それを手にために巨大船が必要だ。行くぞと。さっき言って、アダマンタイトだって、言ってたところに行けということですよね。さっき言ったところで、が古代遺跡だったはずなんで、アダマンタイトだって言われてたけど、大丈夫っていうことでいいんだよね。かなり厄介だなと思ってるんですよね。いや、実際かなり厄介ですよ。この、乱子も相当ひどかったと思いますけど、バックアタックも、ちょっと待って待って。よしよし、おーし、ナイス!いいね。いいじゃない。地形して死ぬってことないよね。危ね、リスク、リスク。
う。あれ？あ、これどういうことなんでしょうか。ゼロだけど生きとるで。ゼロで生きてます。これはすぐ解消していく。死ななかったことになってるという認識でいいんだよね。いや、まあめちゃめちゃありがとう。アタマン隊とこの子が何とかしてくれるっていう認識でいいんだよね。ここに行けって言ったもんね。私に任せておけ。この子がね、一回もアタマン隊と何とでもできるっていう情報を何も聞いてないから。年寄りに答えるね。さあ行こう。巨大船インビシブル。さあ、巨大船があるところに向かおうか。ドラゴンゾンビ。どんどん強そうな敵が出てきますね。ドラゴンといえ、敵も出てきます。うわ、つえな。後ろにいるのになぁ。おぉ、8か引ってミス。うわ、相当強いのか。うわ、強えな。敵が強いわ。待って待って。与えれないから。うわぁ、機能がレベルが高いから、自分に返ってきちゃうのか。いやぁ、このレベルで勝ちきれるのかなぁ。すぐ KR ですよ。ピラリスはまだ全然いいんすけど、ドラゴンゾンビはかなり強いっす。おぉ、8回ヒット。8回ヒットしても400か。自分に返ってくることが多くなってきたな。ガンが上がるのはありがたいですね。あとは宝箱でチームの強化をできていくと思うんで、リフレクトメール、リフレクトメールはダイヤ、あ、リフレクトメール、やられるわけにはいかないですからね。風水師はもう自爆しまくって死んでる可能性がありますからね。ほら、これがある。お、ヒーマーでけえな。まあ、でかいっすよ。さあさあさあ、進んでいきましょう。ドラゴンゾンビが強いんすよね。ああ、入った。待ってね。
枝のみかんがあるんで。あー、そっか、敵の方がレベルが高いから、やっぱり自分に回復、強えな。ヒーマール、ほら。どういう敵ね、普通に攻撃してヒーマー待ちですね。ヒーマーが治ったって出てなかったか。よし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 。追い返すヒットが上がっていくのはめちゃめちゃ効果的ですね。さあさあさあ、チーム全体の HP が1000を超えてきてるんで、地下に行きたい。上多分、あ、宝箱が、あ、宝箱じゃなくて、敵で発見されたエンディングはどれも巨大な船が描かれている。なるほど、はいはい。商人の連中を答えてから剣や鎧をこっちで持ち出して売りに出している。あほほ、そうなの？まさか今度は中に宿があったりすると。別に、その宿があるないと困るほど、追い込まれてたっていうわけでもないんですけどね。まあ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 。全然ありがたいです。全くもってありがたいです。ご好意を受けます。さあ、武器屋さん。古代の剣。まあいいでしょう。今のままで。防具に関しても、あ、全部あるで。大丈夫でしょうよ。途方もないものがある。痛いか。これは相当辛いですね。一体だけでもかなり盗めないもんね。もう6回ヒット。うつ。ああ、ヒーマー狙いでいきましょう。ヒーマー狙いのがいい。狙いでいきましょうか。あーてかね、自分は食らうんだもんね。せっかく暇したのに。盗んでケアル出して、暇狙い。全然盗めねえ。まあまあ全然いいですね。ポーション欲しいからね。ヒーマー強えな。ここのターンでやっつけないと。おお。うわ強え。うかつに攻撃してヒーマーが治るのも困るな。まだ盗めるのかな。ヒーマー、よしよしよし。よーし、経験値2500か。相当っすね。まあちょっとなんでさっきのとこに宿屋があったのかっていう謎が解けそうな気がしますよね。
ルーンのベル、ああいいっすね。うわーもうこいつばっかか。どれがヒーマーを引き起こしてるのか、どっちなのか、ヒーマーを引き起こしてるのはルーンのベルなのか。ルーンのベルっぽいけどな。ルーンのベル二刀流でいいのかな。使っちゃった。自分に帰ってくるよね。今狙いでいかないと。さあさあさあ。ケアルラは、まあ宿屋があるんで。ある程度魔力を思いっきり使っても、うわこれがいっちゃんつらい。どうしよう、体型を整えましょうか。このバックアタックが死ぬほどつらいんですよ。ああ、一応これで OK なんすけど、全体にしてキーマー狙い、いいっすね。ほぼ 100% の確率で敵にヒーマーを与えれるんで、これ相当強いっすね、ヒーマーは。どうせ与えられないから、ポーション盗んで、さらにポーション盗めるのかな。うー強えな。強すぎやで。いやー、アッカーが一人ってのは辛いっすね。しかも相当 HP 高いんで、かなり敵が強いっすね。で、並び替えをして、並び替えをいたしましょう。さあ、土の牙を探せと。宝箱は要産あるんで、ああ、そっか。ルーンの、ああ、第一のベルじゃなくて、ギアンマのベル。どっちがヒーマーを引き起こしてるかっていうのが確認できてないのが若干気になりますけどね。まあこのピラリスくんか、ドラゴンゾンビしか出てこないんで、基本的は。どっちかっていうとこっちの方が弱いんで、弱いというか CF も攻撃に参加できるっていう点で、まあ、全然違うっていうところになってるんで、まあ、どっちかっていうとこっちの方が全然ありがたいですね。どっちかっていうとっていう比べるレベルでもないですね。で、地形もこっちがガンガン入るんで、わざわざ敵をヒーマーにする必要もないと。いやー、 HP が1000を超えてくるとちょっとチームとして強くなってきたなっていう、すごくいい指針になるんで、チームが揃ってきたなっていうのを実感できますね。あー、なんかこう扉だらけっすね。チャクラバンド、チャクラバンド、アズリエル強そう。強そうというか、すごい嫌なことしてきた。嫌なことをされる前に、あ、強えな。
ぱい引って300って。8回ヒットで300ってやばくない？ 7 回ヒット300ですよ。全然違う。シーフもちょっともう変える気かな。さあ、ということでちょっとキリがいいというか時間が30分超えてるんで一回分かえたいと思います。ご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。